アンノーン実況プレイ始めていきたいと思います。さて、エンディング残り4つ。いや、4つプラスアルファ取っていきたいと思います。どこからやり直しいいんだろう。この辺とかでいいのかな。なんか、まあ、ここちょっと飛ばしすか。絵の具が切れたような顔をしている。これ絵の具をどっかから探してきた方がいいってことなのかな。そういえば、よう考えたら。ちょっと絵の具探しに行ってみるか。ちょっと、どこから分岐なのか全然わかんないんで。よくわかんないですけど。まあ、この辺とか行ったことなかったし、ちょっと、自分、もし、もともとは絵描いてたかもしんないから、ちょっと絵の具探してみるか。あ、あ、絵の具を見つけた。あ、やったぜ。テレシアの絵の具が切れてた気がする。これで。やったね。めちゃくちゃ調子いいじゃん。出だしから。あと何やらいいんだろう。ちょっと行けるとこ、他にも探してみるか。あ、こっちとかもうすでに行けんだ。来賓ノートとか関係ないしな、多分。こっちとかなんか関係あんのかな。ちょ、探索、多めになっちゃいそうだな。変わるところがどこなんだろうな。これ淡々と流していいのかな。これテレシアが描いた絵だったりすんのかな。全部のエンドを撮るのに1時間半ぐらいかかるらしいんで、多分あと2本ぐらい動画になりますね。次回全部のエンド撮ってやるとか言ってたけど、そうはいかなさそうですね、多分。あ、まあ、とりあえずテレシアに絵の具届けるか。いや、待てよ。なんか、あ、あ、そっか、ここの食材とか取りに行けよとか言ってたな。こっちとか入ってなかったんだよな。階段降り方わかんなくて。テレシアのスコップ。あ、これはもう見たな。猫様のおかげね。これ見たし、絵の具届けに行けばいいだけかな、とりあえず。まあ、とりあえず絵の具届けに行くか、先に。料理作る前に。じゃあ、テレシアの部屋来たんで、この箱とか一応触っといた方がいいのかな？だって開けたい気持ちがいっぱいだもんな。まあ、一応ここら辺とかも触っといた方がいいのかな？てか、テレシアここにいたな。なんだか。元は教会風って部屋だよね。そこにテレシアの持ち物を持ち込んで。不思議な空間。まあ、いっか、とりあえず絵の具渡してみるか。絵の具持ってきたよ。何か切れてたんでしょ？何色かわからなかったから一式持ってきた。優しい。ありがとう。ベイリーは本当に気が利くのね。あ、動いてくれた。こんなんなかったもんな。私じゃ見えないの。どんな絵が描けているのかしら。いや、すごい綺麗なお花の絵描けてるよ。とても鮮やかだよ。淡い花ね。テレシアの絵はいつも素敵。私の故郷にはね、綺麗な花畑があったのよ。毎日眺めてたから、今もあるのかしら。あんまり見てたもんだから、花が好きになったのね。そうなのね。ここのメイド服には花飾りがあるのでしょう。あなたの花飾りは音切りそうなのよ。あ、もともとやっぱテレシアここの屋敷の人なんだ。よかった。あなたの綺麗な緑髪に似合うと思って。あ、一応緑だね。アッシュっぽいけど。テレシアのその胸元の刺繍は何の花なの？ふふ。どこにあんの？胸元の刺繍。チューベローズ。チューベローズ？あ、これ外行った時に積んできたりすんのかな？そう。素敵な花よ。これ絶対変わってるエンディング。20にしとこう。絶対変わってるよね。満足に嗅ぎ続けてる。あー、そんだけでいいの？これ、変わってるよね。ただ、エンディングのところまで行くのにだいぶ、あれだよね。時間かかるよね。じゃあそこまで、変わるとこまでカットしようかな。えい。そういえば、ここポトフが食べたいって言ったけど、ポトフ以外作ったらどうなんだろう。ベジタブルロールキャベツ作ってみよう。それでいいのかな？喜んでくれるかな？あいつ。できた。テレシアの元へ届けようか。よし。ポトフじゃないっつってエンディング変わったりするかも。ちょっと見てくか。せっかくだから。あれ？テレシア？ポトフじゃないやつ作っちゃった。ごちそうさまでした。珍しい。買えたんだね。美味しかったよ。
ベジタブルロール?ベジタブルロールキャベツ。そうだよ。よかった。うん。また作ってね。ああ、優しいね。お前ポトフ食いてえって言ってたのも俺ポトフじゃないと作ってきたのに、次は薬草外へ出なきゃ。ああ、じゃあここ変わんねえんだな。ちょっと2週目なんで念入りにめちゃくちゃ調べてたら。おや?鳥の木彫り人形を見つけた。まさに鳥。どういうこと?フェリシアに渡してあげよう。あ、こんなんなかったな。よかったよかった。まだ薬草取りに行ってないんですよね。こういうのやってなかったな。これで渡したらいいのかな。そうか、鳥の話してたもんな。よ、鳥持ってきたったぞ。鳥を持ってきたよ。鳥を?え?そうなるわ。木彫りのね。めっちゃ嬉しそう。そう言って、ちょうだいよ。突然鳥を持ってこられてもびっくりするわ。あ、びっくりしてただけか。わ、お前意地悪な子だね。ふふふふ。わかったよ。ほら、鳥ってこんなだよ。手触りでわかったりすんのかな。思い出した?うん。あ、よかった。懐かしい。でも木彫りだから感覚とかちょっと違う。メイリーの木彫りね。メイリー?誰?え?ありがとう。なんだか。鳥の絵が描いてみたくなったわ。メイリーって誰?え?お前移動してんな。え?ご機嫌のようだ。え?私ベイリーだね。私ってもしかしてメイリー?まあ、いっか、これで薬草取りに行けいいのかな。じゃあまた変わるところまで飛ばしましょうかね。メイリー?ん?あれ、こんなんあったっけ?今、テレシアの薬を作ったところなんすけど。え?どうしたお前。なんか今日ダメね。え?もう一回作り直すの?結構面倒だったぞ。え?何この展開。寝ようかな。え、どういうこと?え、どういうこと?これ変わってんな。これ変わってんな。え、どうすりゃいいの?寝ればいいんか。一旦寝るか。ちょ、一旦指示通り進もう。テレシアのとこ行ったらなんかあったりすんのか。ようやく動き出したな。よかった。淡々とこのまま行ってしまうんじゃないかと、ちょっとは思っていた。箱がなくなってる。へぇ。まあ、とりあえず寝るか。ベッド借りていい?ダメなんだ。テレシアはテレシアの部屋で寝てんのか。オッケー。じゃ、自分の部屋行けばいいのかな。怖くなってきたな。そうだよね。ホラーって言ってたもんな。一旦ここで寝ようか、じゃあ。あれ?寝よう。寝れない。へぇ、どうする?まあ、一旦寝るか。なんだこれ。淡々と過ぎてってたからな。おはよう。よし。これで?朝ごはん作ろうか。二日目に突入か。昨日まで一、エンドに何も変わらない今日。あれ?よし、エンディングに回収だ。じゃあ寝ない。もう寝ないが正しいんだな、絶対。寝れない。気になる、気にならない。何が?何が何が気にならない。あれはいいや。え、どういうこと?寝れない。気になるって打つしかないってこと?何が?あの骨は。あ!そっかそっか。あの、外で見つけた骨か。何?銃を取り、地下室へ、テレシアのスコップを取りに行く。マジやだよ。銃をしまった。え、しまった?嘘だろ。ああ、そういうことね。じゃあ行ってみるか。怖いよ。何?掘り出してさ、絶対にさ、いいことなんてないだろ。だって。人の骨みたいなもんなんじゃないの?だって。テレシア地下室でいたりしねえよな。急に。よし。スコップを取った。他は?いじれるところは?錠前かけられてる薄気味悪いだけか。オーケー。じゃあ、行ってみるか。エンド2はもう、早々と、回収できたんでよかったね。多分動画にすると10分も行ってないんじゃないかな。実際はもう、40分ぐらいやってますけどね。
いや、なかなかね、1からもう一回同じ作業を繰り返してたんで。まあ一応ちょっと、まあいいか、最初は言われた通り動いてみるか。なんか分岐があるんだったら他でやるわ。なんか音がするぞ、どっからか。え、ここら辺じゃなかった？え、どこ？え、怖いんだけど、あ、単純に怖いやつだ。なんだ？いや、絶対いいものではないだろう。人の骨？だろうな。テレシアが殺してたとかではないよな。私記憶なくなってる説もあるよね、まだ。いや、怖い、普通に。え、そんだけ？それが分かったところで夜寝れないだろう。ベイリー雨。かわいい。ベイリーかっこ雨。わぁ、髪の毛もなびいてるわ。他は調べられるとこないな。オッケー、じゃあ行くか。これ見られんのか、テレシアとかに。どうすんの？今日はもう寝ようか。え、寝るの？ゆっくり歩くやん。どうすんの？え？あ、なんだ、過去編だ。おかしいよ。ベイリー、そんなこと言っちゃダメだ。どうしてこの村は変だよ。みんなが必死に祀っているのは神なんかじゃない。邪神なんだよ。お話変わってきたね、全然。この前も隣の隣の隣のお姉さんいなくなっちゃった。お姉さんは私たちと同じ考えを持っていたでしょう。この村は変だって。みんながお姉ちさんをどこかへやってしまったんだ。ベイリー、16になったら逃げよう。これテレシア、まさか。逃げる？そう。僕の歳は離れてるけどさ。いとこのお姉さんは16の頃この村から逃げたんだ。雇い口があるって16になると外には雇ってくれる場所がある。きっと今もどこかで楽しくやってる。あ、だからその屋敷に元いたメイドさんたちは全員こっから抜け出した人たちだったりすんのか。僕自体は身内もいないし、いつでも出ていけるんだ。僕とベイリー二人で逃げてさ、ボロ屋にでも住んで外の普通の世界を見に行こうよ。ベイリーとならきっと楽しい。うん。オリビアとならきっと楽しくやっていける。オリビア。ふふ。新キャラだ。オリビア、お前？あ、ベイリー？ベイリーってもしかしてさ、約束だよ。テレシア、ベイリーなの？なんかいろいろごちゃごちゃになってたりすんの？めっちゃ可愛いじゃん。もうやめてもいいぐらいだわ、今日は。めっちゃ可愛い絵だったな。さて、朝ごはんを作りに行こうか。の前に、テレシアを起こしに行かないとね。テレシアを起こしに行くか、じゃあ。え、他なんか調べれるとこある？カピカピカのパン。オッケー。よし、じゃあテレーゼを迎えに行こう。あ、起こしに行こう。迎えに行くんじゃねえわ。起きてるか？あ、テレシアだったわ。なんで俺テリーゼって言ったんだろう。エリーゼみたいな、お菓子みたいな名前言っちゃったわ。ここにいないってことはやっぱこっちがなのかな？ノックノック。出ないね。しつこくノックしようか、じゃあ。ノックノックノック。めっちゃ連打するやん。怖いな。はーい。テレシアもビビってるよ、こんな。怖いわ、ベイリー。ごめんなさい。言い方も怖いよ。今日は何が食べたい？オムライス。あら、かわいい。わかった。待ってるわね。オッケー。じゃあ、オムライス作ってくるな。厨房に行きますか。そうだね。もうやっぱ、この、今回は、多分エンディングは、前つうか、エンディング1と2回収して思ったんですけど、ふむ。バターまだまだあるわね。次は地下室に。多分普通に
過ごしたバージョンのエンディングとめちゃくちゃ探索したバージョンのエンディングがあると思うんで、今回は一旦普通に過ごしてみますね。普通に過ごしたら多分エンディング3が取れるんじゃねえかな。よし、こんだけあれ十分だな。もう作ってんだ。何を作ろうか。オムライスだよね。完成。届けよ。よし、行くか。待ってろ。美味しいオムライスできたからな。あいつお腹空かせてるかな。テリシアの部屋に持ってけいいのかな。違うのか。もう絵描いてんのかな。どこにいんの。お、ここか。持ってきてよ。ごちそうさまでした。とても美味しかったわ。オムライスってどこの国の料理か知ってて？どこだろうね。オムライス、おしゃれな感じするか、イタリアとかかな。もしかしたら。日本よね。あ、日本なの。当たり。ちょっと残念だわ。あー、そっか。あ、日本なのか。なんとなくおしゃれなイメージあったわ。私の昔の友達は元気よく。フランス。あー、フランスね。フランスもなんとなく気持ちわかるわ。ちょっとおしゃれな気するもんね。フランスはオムレツじゃない。あ、そうなんだ。オムレットってこと？可愛いお友達だったのよ。そうなんだ。やられたな、なんか。次は何すんだ？今日は掃除の日よ。と、忘れるとこだった。昨日割って薬草瓶の代わりの瓶を取ってこないと。昨日はテレシアが一日くらいって言ってくれたんだ。今日こそ薬を渡さないとね。取りに行こう。地下室ね。オッケー。あとでまた外に薬草取りに行かなくちゃ。オッケー。薬1日くらいいいわって何なんだろうね。やっぱ毎日薬を飲ませるとバッドエンドになったりすんのかな。薬を飲ませないルートがなんかハッピーエンドにつながったりすんのかな。じゃあ地下室行こうか。大きめの瓶は、あれ？鍵？客間の鍵を見つけた。客間か。客間って。開かずの客間行く。あ、行くんだ、今から。セーブしといた方がいいな。行こうか、じゃあ。客間って、どこだっけ？あの、地下のところか。地下っつか、1階か。1階のところだったな、多分。全然まだ探索も謎、まあ、探索は探索してるけど、謎解きもホラーも起こってないからな。こっから怖くなってきたりすんのかな。客間の鍵。うわ。メイリーの部屋。ホコリっぽい。なんかメイリーって言ってたもんな。倒れた台。ボロボロの椅子。ボロボロの机。なるほど。生活感のあるまま、時の過ぎた棚。一番下の段。これ。え？誰？写真？フランソワのメイド、メイリー・フローレンス。ほう、メイリー？メイリー？あ、ピンクの紙切れを手に入れた、なんか。右足。誰？だっけ？右足ってね、何か怖いじゃないの。え、なんだこれ。二段目、ピンクの紙切れ。これって何のメモなんだろう。プレートアーマー。だけ？なんだこれ。めっちゃ手に入るじゃん。ピンクの紙切れ。右足プレートアーマー。あー、なんか上にあるな。わ、でもこれやっていいのかな。これエンディング4向けっぽいけどな。お、なんだ。どこにそんなのあったんだ。メイリー・フローレンス。8月より。15年前だ。15年前か。8月14日。ここで働いて半年が経つよね。働くのはやっぱり大変。けどしっかり働いて強く生きていくのよ。頑張らなくちゃ。8月31日。ご主人はきっと悪い人じゃないのよ。ちょっと神経質すぎるだけ。そう。みんな頑張ってるの。私も頑張る。ちょっと嫌なことされてんのかな。9月21日。新しい子が来たの。テレシアって言うんですって。可愛い後輩ってやつよね。同い年。なんだか元気が出てきた。いいお手本ってのを見せてあげなきゃいけないわ。15年前に同い年ってことは、この子が何歳かって今言われてたっけ？え？ 15 年前に同い年でしょ。メイドできる年って大体何歳ぐらいなんだろう。20歳だとしてもテレシア35歳ってことか。まあでもメイドだったらもっと若かったりするのかな。16だとしても31だもんね。10月7日。テレシア引っ込み事案の毛があるのかしら。なんていうのかね。不思議な子って感じよ。よく一人になってしまうの。そうよね。
みんな年上ばかりだもん。私がいいお友達になるの。いい子だな。11月2日。最近はよくテレシアと話せるようになったのよ。案外普通に喋れる子なの。彼女の話すことは少し硬くて難しい。きっと苦労してきたのね。11月31日。このなんか日付も関係してきたりすんのかな。相変わらずテレシアは目を離すと姿が見えなくなるわ。このミステリアスさが逆に魅力なのかもしれないわ。私にはないものよ。大人を見たり。大人を見たり。彼女は面白いわね。どういうことだ。12月15日。デリシアがプレゼントくれたの。キラキラしたお花のブレスレット。オオニソガラムの花。私の髪飾りの花なんですって。気にしたこともなかったわ。お花に詳しいのね。とっても嬉しいわ。オオニソガラム。あ、終わりかな。2月29日。怖い。怖い。怖いよ。どういうこと？なの？なんで？え、何？怖いじゃん、急に。2月31日。何がどういうことなのかもうわからないの。次は私なのかしら。テレシア。テレシアを守らないと。私先輩だもん。ご主人がめちゃくちゃ狂乱してメイド全員ぶっ殺してったとかそういう感じ？え、え？何なのこれ？どういうこと？よくわかんねえな、まだ。もう一回調べると？あ、調べられねえ。たくさんの古ぼけた瓶。ん？フレーム？これは押し花。オオニソガラム。才能純粋ですって。ああ、テレシアがくれたやつってことか。喜んでんな、なんか。なんかピンクの紙切れをガンガン探していくのかな。でもそれはまた違うエンディングに行っちゃいそうだな。順番に取っていけるな、取ってきてえな、一応。薬草瓶忘れてた。いや、今はいい、そうだな。掃除でもしようかな。オッケー。地下室に雑巾を取りに行こう。オッケー。なんか、雲行きが怪しくなってきたな。ついでにピンクの髪切れのやつ一回やってみようかな。エンディング分岐すんのかな、それで。いや、怖えな、ちょっと。やっぱいよいよこの屋敷がおかしいってことがあったりすんのかな。こいつだよな、多分。プレートアーマーの右足。お、どこかの鍵を見つけた。鍵、どこのだろう。これ絶対行かない方がいいよね。どうしよう、行こうかな。行っちゃおうかな。よし、じゃあ行くか。ボロ雑巾。あと、ほうきでもあれば。なんだめちゃくちゃ可愛い場面になったぞ。上に表示される順番を見て、下から順番の通りに選んで押すだけ。始めますか。あ、始めようか。どういうこと？順番にやっていこう。あ、ここの上に流れている、この畑と雑巾を押せばいいってことか。畑、雑巾。ほうき、新聞紙。おや？なんだ？こんなとこにノート。使われてないね。もらっちゃおう。ノートを手に入れた。なにこれめちゃくちゃ簡単だな。絵がすごい可愛いし、音楽も可愛いけど。新聞、畑、ブラシ。古臭いデザインね。でも新品みたいな綺麗さ、使われてないのかな？捨てるのには惜しい気がする。綺麗なブラシを手に入れた。ブラシって、なんだろう。ほうき、なんか、モップ、雑巾。モップ、畑、ん？ふむ、綺麗なハンカチだ。あげようかな。テレシアにあげるか、じゃあ。雑巾、新聞。雑巾、あれ？何このメモ？わ、謎解き要素かな？簡単かよ、これ。めちゃくちゃ簡単だったな。浴室に来てる。ふう、久々に大掃除だった。途中でいろいろ拾ったな。確かメモなんか拾ったけど。食堂の食台、壁にかけられた絵画、浴室の窓、アグネスの風船の色。小さな数から大きな数。なるほどね。地下室。ダイヤル錠のところ。ああ、あそこか。生臭い匂いがするとこか。ま、その前に。やることやんなきゃね。物の移動しなくちゃ。拾ったものがアイテムに入ってます。どこへ運ぶか確認しましょう。オッケーオッケー。一旦メモ。食堂の食台、壁にかけられた絵画、浴室の窓、アグネスの風船の色。浴室の窓2個あるな。数数えていく系かな。で、暗証番号になってるってことは。ベイリーの部屋にノート、綺麗なブラシ100万、綺麗なハンカチテレシア。あ、オッケーオッケー。ただ鍵を手に入れてるからな。とりあえず2。小さい数から大きい数って言ってるから、2が最小の可能性めちゃくちゃあるな。100万に入れとくか、じゃあ。あ、光ってくれてるわ。
この中にしまえばいいのかな。ブラシをしまった。はい、完了。ここら辺とか調べても何かあったりしないのか。ピンクの紙みたいな。あれ？あ、なんかある。ヨレヨレのものもあるな。使い古されている。あ、そうか。これは前もあったな。どっかの鍵を、あ、どこかの鍵ってもしかしてあれか？テレシアの宝箱だったりすんのか。絶対さ、こっちだよね。入れるようになってんだよな。うわ、入れるようになってるわ。いや、これはまあまあ次回にしよう、次回。次回絶対行こう。いや、行っちゃうか。行っちゃいてえところもある。あれ、テレシアいなくない？テレシア白いか？ティータイムか。ハンカチ？そう、掃除してたら見つけたの。使われてた感じじゃなかったから。そうなの？ありがとう。かわいいハンカチだ。ベイリーがもらってもよかったの。いや、いいんだよ、いいんだよ。テレシアの方が似合うよ。私の趣味じゃないもの。そういうものはテレシアの方が似合うと思ったし。そうなのね。テレシア。なに？あなたは今何歳なの？お。そうね。ベイリーと同じ年くらいじゃなかったかしら。だから、19歳くらい？ベイリー19歳なのか。誕生日とか覚えていないの？ああ、ふふふ、忘れてしまったわね。怪しさが、怪しさがすごいぞ。覚えていない。そんなことないもんな、絶対に。いや、まあ、そんなことあるかもしんないけど、むずいわな、そこは。ノートをしまった。よし、完了。あ、完了した？やっちまった。終わり。地下室に行ってみようか。ダイヤル城へ向かう。一旦ダイヤル城を向かっていい？ダイヤル城終わってから、ちょっと、こっちがやろうかな。で、なんかあったよね。ここ、じゃない？アグネスのやつ。アグネスは空高く飛んでいきました。七色の風船につられてふわ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 。地上で見ていた妹は、あ、七ってことか。オッケーオッケー、七色のブドウね。で、次は絵画か。あ、食台もあったな、食台。食台と絵画か。食台は、4枚じゃねえ、4本か。4台か。で、絵画は1、2、3。と、絵画って、壁にかけられた絵画。客間の隣にもあったから4かな？ってことは2447ってことか。オッケー、2447やってみるか。いや、いろいろできることが増えてきたな。はぁ、怖い。行ってみようか、じゃあ。はてさて。ふむふむ。2447だよね。開いた、開いた、ナイス。冴えてんね。いやー、物々しそうだな。うわー、こういうタイプかよ。ひどい匂い。マジかよ。明かり見えねえのかよ。うわ、なにこれ。ひー、怖え。いやー、うわ、骸骨みたいなの置いてあるか。ロープもある。あ、もしかしてあれかな。主人が屋敷のメイドとかを拷問してた拷問部屋だったり。なにここ。いや、そうなるわ。拷問部屋だったりすんのか。吐きそう。うわー、で、テレシアとかってもともと主人だったりすんのかな？いや、そんなことないか。改造されたんかな？なんかに。なにこれ？この光触れねえな。うわー、怖え怖え。音も怖えし。まあ、あの光ってるとこ触っていいんか。光ってるとこ触るか、じゃあ。よし。怖えな。大ニソガラムの花飾り。うわ、メイリーのやつかい。これ。うわ、やばいやばいやばい。うわ、なんか怖いこと起こるか。メイリーいたり、メイリーじゃねえわ。テレシアいたりしねえよな。はぁ、よかった。何、何も怖えな。テレシア？え？今日こそ薬作らないといけないから、外に行ってくるの？そう、だから、おとなしくしてなさいってね。そうでしょ？そうよね。じゃあ、うん、わかってるわ。うわ、これ、テレシア置いて逃げるってこと。いってらっしゃい。怖くて。この屋敷が怖くてテレシアを置いて逃げるってことか。どうすんだ、どうすんだ。もう戻らないってことだよな、多分。うわぁ。うわぁ。終わったんだ。エンディング2だな、これ多分。いや、3か。でもエンディング4はなんとなくもう兆し掴んでるからね。次ガンガン行こう。
私シナリオ、私プログラム系、私面白いね。代わりのならない人、どういうことだろう、全然わかんねえな。というわけで今回このぐらいにしとこうかな。いや今回でエンディング全部撮ろうと思ったんですけど、さすがにまだエンディングあと2つとプラスアルファあるんで、まあボリューム的に結構ありそうなので、いやどうだろうね。客間じゃなくて、あの書斎の方の鍵使うとすぐエンディング撮れたりするのかな。まあそうなった場合はまあ動画を合わせて一本の動画にするかもしれないですが、あと一本動画撮っていきたいと思います。話はまだ全然分かってきてはいないですが、まあ謎解きもすげえ簡単で分かりやすくていいし、なんか徐々にこの屋敷の不気味さっていうのが分かってくるっていうのが面白いですね。テレシアが何なのかと、あと自分自身もまだよく分かってないですからね。まあ次回またやっていきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。